様々な筆筆とは、毛の束を軸の先端につけた、字や絵を描くための道具である。化粧にも用いられる。毛筆とも言う。軸の部分を手に持ち、毛の部分に墨や顔料をつけ、紙などの描く対象にその毛をなすりつけることによって、字を描いたり絵を描いたりすることができる。穂の長さにより、長方、中方、短方に分けられる。また、穂の大きさにより大筆。 小筆という分類もある。材料の毛には、通常、縦毛が利用される。合毛、縦毛などのほか特殊質として、鳥、孔雀、マングース、ムササビの毛を用いたものや、縦毛以外にも、藁や竹を使用したものも生産されている。合毛と縦毛の数種類の毛を混ぜて、弾力を持たせて、適度に描きやすくしたものを剣合という。 日本に現存する最古のものは、天平筆であるとされており、焦燥院に残されている。通常、大筆は穂をすべて下ろすが、小筆は穂先だけを下ろすのが良い。ただし、金用において、やや大きめの面相筆は根本まで下ろすことが多い。小筆の穂先は特に繊細なため、陸で穂先をまとめるために強く擦りつけることは、極力避ける。 墨などで固まった穂先を陸にこすりつけて柔らかくしようとすることは絶対にしてはならない。硯は固形炭をするためのヤスリであり、木液が潤滑の働きをするとはいえ、そのヤスリにこすりつけることは穂先を硯ですることと同じであり、穂先をひどく痛めてしまうからである。大筆でも硯の陸の部分で毛をこすりつけないこと。対策を作るときなどは、 墨すり機などで吸った墨をプラスチックや陶器の容器に移し替えて使うことが多い。電子顕微鏡で観察した羊毛と人毛の表面毛は顕微鏡で見ると鱗状の表皮に包まれた物体であることがわかる。鱗状の部分をキューティクルと呼ぶ。人毛の場合、 このキューティクルの隙間は0.1マイクロメートルであり、水などがこの隙間から侵入すると、毛全体が膨らみそる。そのため、作られた直後では、膨らんだり毛が反り返るなどして、性能を生かし切ることができない。ススは、元素的にはカーボンである。この、スス成分が、キューティクルの隙間に沈着し、水分の浸透を防止し、膨らんだり反ったりしなくなる。さらに、 これにより腰が出て、墨の含みも良くなり、最も良い状態でその性能を活かすことができる。羊毛では、作成直後は透き通るような白い色をしているが、使い込むに従って銀色に、さらに、長年を経ると黄金色に輝き、使用者自身の書きぶりが毛の癖となって現れ、その人の体の一部のごとく、使いこなしやすくなる。しかしその状態になるには、僕液よりも、 すった、固形済みの方が良いと言える。製造の途中で不揃いな毛などを吸いており、所持中に抜けてくるのは抜き出し損ねた残りであって、少量であれば問題ない。切れや抜けが多いと毛が減り、割れを起こしたり、毛先が効かなくなって使えなくなる。前行のように、使うほどに、本来の能力が引き出されてくるが、それには、墨の選び方や洗い方も、大事になってくる。 炭の成分は、主に巣ススと、ニカワから作られている。品質の劣悪なものは、ニカワに、安価な海外の魚のコラーゲンを使うなどするため、ニカワの成分が毛に対して、ストレスを与え、キューティクルを痛める。人によっては、リンスや、コンディショナーなどを塗布して、キューティクルを守ろうとすることがあるが、前述の通り、キューティクルの隙間に巣を入れることが大事であって、リンスや、 コンディショナーなどは隙間に入り込んで、すすの入りを阻害し、腰を与えず逆に寿命を縮めることになる。穂先に墨が残らないようによく水洗いする。ただし、作られてすぐ水に長時間浸すことは、毛に水が入り込み膨らんで、キューティクルの隙間が大きく開き、毛が切れやすくなる。同じ理由で、 穂先を固めるための糊成分を水に長時間さらして落とすのは適当でない。小筆を洗う場合は穂先をすり切らせないよう気をつける。根元についてはよくすすぎ根元にに皮分が残らないようにする。に皮分がたまると膨張するなどして筆管が割れるので注意が必要である。に皮はぬるめの湯に一番溶けやすいので湯で洗うのが毛に最も良い。 毛の根元の墨を口で吸ったりして吸い出すことがよく行われているが、品質の良い固形墨墨液では構わないが、品質について信用できない墨汁などを口に入れることは不衛生であり、健康被害、アレルギーなどに注意する。また防腐剤が入っていない墨をすり、作り置きして使う場合は、大変腐りやすいのでこれも口に入れないこと。すす成分がたまることは、 長持ちにつながるので、ニカの成分だけをよく落とすのが大事である。黒い炭の色が薄く沈着するのは、性能が引き出されていることを示していると言って良いので、洗いすぎて痛めないよう注意する必要がある。巨大熊野筆京都市、東京都、広島県の熊野町、呉市、奈良県、愛知県の豊橋市、宮城県の仙台市、などが有名な産地であるが、 いずれも職人仕事なので、特定の町内に職人の食住一致の仕事場が点在している。特に伝統工芸品として、経済産業省に認定されているのは、である。経済産業大臣指定伝統的工芸品も参照のこと。中国においては、石膏省クレ京県前、玉基地の湖室が最も名高い。原毛を使用したもので、 誕生祝いや、桃界祝いなどに、赤ちゃんの成長を願って記念品として作り、本人や、祖父母などに贈るものである。中国の伝統を起源とする説があるが、論拠に乏しく有力視されるまでに至っていない。筆木すずり紙辞典 PP46 から47木爆山。文だから4宝筆の話。角川書店。 P186 ISBN 4から04から70万3294から8筆木すずりか辞典 P2 神崎しげお山彦は語る文芸者 ISBN 9長7848億3553万4527筆木すずりか辞典 P73 筆木すずりか辞典 P150 筆おろしの意味偶国語辞書ありがとうございます